ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。発売購入から約1ヶ月が経過しました。現在いろんな意味で注目を集めているオーディオインターフェース、こちらのアンテロープオーディオ全豪、3月11日にファームウェアのアップデートがありまして、いくつかの機能改善が見られました。今日の動画では発売からこれまでの時点で僕が確認できているこの全豪の不具合っていうのをまとめてお伝えしていきたいと思います。新たに分かったことがありましたら説明欄や固定コメントに情報を追記していきます。ユーザーの皆さんの中に僕が把握していない情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで情報を共有していただけると嬉しいです。この動画が現在全豪を購入しようと検討している方、そして今全豪を使用している方の参考になればと考えております。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。まず一つ目の大きな不具合です。ヘッドフォンアウトの最大音量が小さい。僕が購入初日からずっと言い続けていたものですね。こちらは3月11日のファームウェアアップデートで公式に改善がアナウンスされました。まあ簡単に言ってしまうと、ヘッドフォンアウトのボリュームが大きくなったということです。ファームウェアを更新し実際に確認をしてみましたが、まあ十分な音量は確保されているなというふうに感じました。発売直後から僕を含め多くのユーザーがこの問題についてサポートに問い合わせをしていたようなんですけれども、その際の回答っていうのはこの音量で十分だというものだったので、アップデートで改善されたっていうのは意外でした。まあ、あとはそもそもファームウェアのアップデートでヘッドホンの音量って変わるんだっていう、そこにもちょっと驚きでしたね。この問題についてのアンテロープオーディオジャパンの対応のまずさについては後ほど詳しく言及します。二つ目の大きな不具合、インプット2の入力信号の位相が反転している。僕はこれまでインプット1、2を両方使ってステレオのソースを録音するという使い方をしていなかったので気づかなかったんですけれども、これなかなかひどい不具合ですね。動画に寄せられたコメントで不具合を把握することができました。情報提供ありがとうございます。こちらに関しましては、ロクスタ YouTube チャンネルさんが、詳しい検証動画をアップしています。右上の情報ボタンからアクセスできますので、詳細はそちらをご覧ください。この不具合も、3月11日のファームウェアアップデートで改善されたようなんですけれども、アンテロープは公式にこの問題を認めていないため、果たして本当に修正されたのか、気持ち悪さっていうのは残ります。3つ目の大きな不具合。モニターアウトを2系統同時に使用した際に、メインのモニターアウトにジリジリという小さなノイズが乗る。この前後にはフォーンと RCA 2系統のモニターアウトがありまして、どっちも同時に使うとこのフォーンで出してるメインのモニターアウトの方にノイズが乗っちゃうんですね。で、自宅にある3台の Mac で検証したんですけれども、前後以外に複数の機器を接続した Mac で使用した場合に今言ったような現象が起こっていました。購入店のロックオンカンパニー経由でメーカーに問い合わせをしたところ、 USB の電源供給に関する問題だという回答が得られました。まあ、要するにバスパワーで正常動作するための条件っていうのが結構シビアで、大きな電力を必要とする機器を複数接続した場合にそのような不具合が起こりうると。これに関しては全てのユーザーに再現性がある問題ではありません。ですが、もし同じような症状に悩まされている方がいらっしゃいましたら参考にしていただけると嬉しいです。ここからはコントロールパネルと呼ばれるミキサーソフトに関する不具合です。4つ目、ヘッドフォンアウト2にリバーブのリターンが返ってこない。オーラバーブっていう専用のリバーブソフトっていうのがくっついてるんですけれども、そのオーラバーブの画面上のメーターっていうのは触れるんですが、ヘッドフォンアウト2にリバーブのリターン音が全く返ってきません。これは公式も認めている不具合で、アップデートで修正されるそうです。5つ目。DAW.IO 画面のプレイ1から8のメーターが触れない。
DAO ソフトと連携して使用する際に活用するのが DAO.io の画面です。ここで自由なルーティングが可能であることが前後の大きな売りの一つのはずなんですけれども、正常に動作しておりません。マニュアルを読み進めながら、なぜプレイメーターが触れないのか、ドツボにはまっている方、いらっしゃるんではないでしょうか。僕はそうでした。まさか、これも不具合だとは、思いもよりませんでした。こちらもメーカーが認めている不具合で、アップデートで修正されるそうです。6つ目、DAO.io の、ルーティングが、正しく表示されない。コントロールパネルには、ルーティングを保存、読み込みできる機能があります。で、保存したルーティングを読み込む際に、DAO.io の画面のルーティング表示が、正しく読み込まれません。ハードには、設定はちゃんと読み込まれているようで、読み込んだデータの通り動作っていうのはするんですけれども、コントロールパネル上の表示と、実際の挙動っていうのがずれるっていう状態になります。これめちゃくちゃ使いにくいし、非常に危険だとも思います。まあ、とにかく、コントロールパネルっていう、専用のミキサーソフトの不具合が多すぎるんですね。これだけ不具合だらけだと、正常に動作している状態が、一体どういう状態なのかっていうのがわからない。まあ、なので、他にも軽微な不具合が山ほど起きている可能性を否定できません。現状、これだけ多くの不具合が起きているっていうことは、まあ、それだけでも大問題なんですけれども、それ以上に大きな問題っていうのが、この製品、そして、この製品を作っているアンテロープというメーカーには存在します。それは、耳を疑うような大きな不具合を黙って修正してしまったっていうことなんですね。3月11日のアップデートで改善されたインプットチャンネル2の、逆位相問題のことです。ソフトウェアやファームウェアのアップデートの際には、どこをどんな風に改善したのかっていうのを、詳しく公表するっていうのがまあ普通の対応です。ですが、この逆位相問題に関しては、問題を認めることなくしれっと修正。修正したことを公表していないんです。まあ、簡単に言ってしまえば、アンテロープっていうメーカーは嘘をつくメーカーなんですね。機器の操作が正しく反映されていないと困る。それが当たり前。特にデジタルの機器はなおのことです。ですが、山ほど出てくる不具合と、その不具合に向き合うメーカーのスタンスから、はっきり言って信じられるものは何一つないっていう、そういう状況になっちゃってます。まあ、極端な話、インサートしたプラグイン、まあ、AFX って言われているもの、それが正しく動作しているのかっていうのも全くわかりませんし、僕も含めて多くの人が口にしている出音が良いという、まあ、そういう評判っていうのも、プラシーボなんじゃないかなって、まあ、疑心暗鬼になっちゃってます。製品に不具合が多いこと、まあ、それは問題です。でもそれを認めて改善していく姿勢っていうのが見られればまだいい。それすらないんですよ。ここで、アンテロープオーディオジャパン公式ツイッターアカウントのヘッドホンアウト音量問題に関する対応を見てみましょう。まずは最初のツイート。前後のヘッドホン出力は 5V バスパワードで駆動するには十分な出力が得られます。十分だと言ってますね。ハイインピーダンスヘッドホンを利用するのであれば、それは別のヘッドホンアンプを利用するのが機器として正しいです。だそうです。また、メインモニターもなんちゃらかんちゃら、こんな話は聞いてません。そして、このツイートに、自分で返信をつける形で、補足として、開発はアーカーゲー K701 のヘッドホンで聞く限り、0dB では大きすぎるほどの音量を感じる。耳を守るためにも下げて聞くことを勧めるという意見をいただきました。感じ方は人それぞれなので、もっと音量を出したい場合は別のアプローチを考えましょう。この書き方どうなのかな？ちなみに私はマイナス20dB でギブでした。ちょっとね、耳おかしいですよ、それは。まあ、かなり特殊な耳をしてらっしゃる。また一つ、ヒントとして、録音レベルは CD などの音量とは全く異なります。録音レベルが小さいのは当たり前で、それをヘッドホンで CD レベルで聞こうとするのは、それは制作として少し間違いかなとは思います。そのためにモニター側でレベルを上げる方法を考えましょう。舐めてますね。例えばモニター側ではダイレクトモニタリングができ、かつミキサーには同じ信号をいくつもルーティングできます。これを利用することで信号レベルは倍々になります。そんなことしなきゃいけないんですか？またパンを利用してモニター環境を整えたり、大きすぎる音が外から入らないように抵抗値の低いインナーイヤーを使うなどなど、大変ですね。
で、このルーティングソフトっていうのがまたちゃんと動作してないんですよね。そして、3月11日にファームウェアのアップデートがあった際には、このようなツイートをしています。ヘッドホン DAC の電圧制御変更、音量制御に変更が加われましたと。まあ、これは何かの書き間違いだと思います。ハードプリセットが実装されました。HP とアンテロップボタンを長押しして、プリセット領域に保存。ゲインとアンテロップボタンを長押しして呼び出しが可能です。まあなんかそういう機能が追加されたと。で、アンテロープランチャー上でバンドルバージョン 2.1.16 のアップデートを実行してください。この後です。ヘッドホンのボリューム制御に変更がありましたので、一部の不満があったユーザーはご確認ください。嫌な書き方だね。ただし、制御できる音量はエネルギー換算で2倍程度なので、まだ足りないという方もいるかもしれません。これね、まず、一部の不満があったユーザーはご確認くださいじゃないんですよ。ヘッドホンアウトの音量が変わっちゃってるんで、すべてのユーザーご確認くださいなんですね。わざわざ嫌な書き方して間違った案内もしちゃってる。もう本当にね、どうしようもないですね。で、このアンテロープオーディオジャパンのツイッターアカウント、何のアカウントなんだって話なんですけど、世界最高品質を提供するオーディオインターフェース、オーディオクロックメーカー、アンテロープオーディオジャパンの製品サポートアカウントです。サポートアカウントだそうです。ご質問などあれば、ぜひお気軽にリプライを飛ばしてください。気軽にリプライ飛ばしたいと思います？こんなアカウントに。どう思います？はっきり言って、このゼンゴっていう製品、完成してないですよ。未完成なものを売りに出してしまった。そういった製品だと僕は思っています。これこれこういうことができます。いろんなこと歌ってますよ。それ通りにできないんですもん。不良品でしょ、これ。ね、お金返してもらえるんだったら返品したいなっていう感じです。まあでも返品の期間は過ぎちゃいましたし、どうせ、ろくな対応されないでしょうから、僕使いますけど、まあこのね、6万1000いくらですか、これ分ね、動画で回収できるまで、いろいろね、この前後のネタ引っ張っていきたいなっていうふうに思ってます。まあアンテロープの本国がどういう人たちなのか知りませんよ。知らないけども、日本の販売の窓口になってるアンテロープオーディオジャパン、考え方改めるんだったら今のうちだぞっていう風に、はっきりと言っておきます。あなたたちがふざけた対応してることで、周りのいろんな人たちに迷惑かかってると思いますよ。どういう迷惑かかってるか。こんな不良品を売りつけたショップ、どうなんやって話になりますよね。こんな不良品をおすすめしている人、どういう感性してんだって話になりますよね。その人たちの信用に関わるんですよ。あのね、この製品、僕が今までお世話になってきたショップとか、お世話になってきた、いろんな有益な情報を発信されてた、まあそういった方もね、関与しちゃってるんですね。よかったら買ってくださいね、みたいなね、ことを言っちゃってるんですよ。しかも、それって、多くの音楽制作家、DTMer が信頼してる人たちなんですよね。まあ、ちょっとどうしたものかと、手引いた方がいいですよって言いたい。そこが信用できなくなってしまうと結構困るんですけど、っていう感じです。本当に、これは結構まずいと思います。事件だと思ってます。それぐらい、もう、ぐっちゃぐちゃです。この製品。まあ、今、考えを改めて、誠意を見せれば、まあ、少しはね、信頼回復もできるかもしれない。どうだかな、わからないですけどね。まあ、おそらく、アンテロープオーディオジャパンと、直接的に関わりのある人っていうのはいるでしょうから、友達だったら、言ってあげた方がいいですよ。そんなんじゃダメだよっつって、しっかりしてくださいよって。じゃないと、あなたたちと取引できませんよって、言ってあげた方がいいです。まあ、あと、今僕が、切に願うのは、早く、他のメーカーが、同じような価格で、まともに動く製品を作ってくれないかなっていうところですね。まあ、何回も言いますけど、このアンテロープ前後、この前後にしかない機能、前後ならではの、機能っていうのもあるんですよ。他のメーカーの、同価格帯の製品では実現できていない機能っていうのもあるんですね。それすごく僕便利だなっていうふうに思ってるんですよ。だから買ったんですけど、めちゃくちゃ使っててね、気分が悪い。しかも、もうこいつに対しての信頼が僕ゼロなんで、トラブった時にめちゃくちゃ困るんですよね。なんかちょっとしたトラブルが起きた時に、あ、これも不具合なのかな
ていうふうに思っちゃうんですよね。実際は、もうシンプルに僕の例えばこう決戦のミスだとかね、そういった場合でも、あ、なんでだ、音が出ない、これも不具合かみたいなね、そっちを先に疑っちゃう。それぐらいね、こいつに対してね、信頼がないんですよ。そんな機材使えないよねっていう話。まあ、知らないでカタログスペックだけを見て、これいいかもとか、これいいよ、おすすめだよって、まあ友達とかにね、紹介してしまう人もいるかもしれませんけれども、この動画を、見ていただけたなら、ちょっと改めた方がいいと思います。それぐらいやばい製品なので、実際自分が使ってみて、どう思うか、まあ使ってみておすすめするのはまあ勝手ですけれども、使った上でおすすめしてる人はちゃんと使えてんのかなっていう感じは正直します。それぐらい、ヤバヤバの製品でございます。まあ、本当はもう投げ捨てたいぐらいの勢いなんだけど、僕は貧乏底辺ミュージシャンなので、まあそれはちょっとさすがにできないと、お金がないからそんなもったいないことはできないっていうことで、まあ何らかの形で使っていくことになると思いますし、まあアップデートでね、少しでもこう今の不具合が改善されれば、それはまあその方がいいわっていうふうに思ってますけれども、いやまあどうしたもんかねっていう感じです。まあこういうメーカーもあるんだよ、こういう製品もあるんだよっていうことを、この動画を見てくださった方は、ぜひ、学んでいただければなというふうに思います。そして、このゼンゴーという製品買ってしまったという方、一緒に仲良く、プレッシャーをかけていきましょう。少しでも良くなるように言うことは言っていきましょう。ぜひともよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。